はいそれでは本日は二級建築施工管理技士の学科試験平成25年問48番施工鉄骨工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください鉄骨製作工場における錆止め塗装に関する技術として最も適当なものはどれか1角型鉄管柱の密閉される閉鎖型断面の内面は塗装を行わなかったえこの問題は正解です えー、これは何を言ってるのかというと、まずですね、えー、この1番から4番に関しては全て錆止め塗装の問題になります。これを塗るか塗らないかの問題なんですけども、1番に関しては、えー、塗らないということになります。えー、今回、一番上の問題、角型鉄管柱というものは何かというと、このようなものが角型の鉄板、えー、鉄管柱になります。でこちらの、えー、密閉されるみ、えー、閉鎖型断面の内面って書いてあるんですけども、これはどこのことを言ってるのかというと、このように閉鎖型、 このように上まで続いていって、鉄骨柱、えー、鉄骨の針と、えー、重なっていくんですけども、密閉されるということですね。密閉されるので、この内側が密閉されるという形になります。なので、このような、これガンと、えー、断面切って、まあ、このように書かせていただいたんですけども、このようなボックス柱の内面、中にあるところ、この中の部分を、えー、錆止め塗るかどうかという問題になります。まあ、答えから言うと、これは別に塗らなくてもいいということですね。あまり関係ないのでということです。なので、このような、えー ここが塗るか塗らないかという問題が1番になりますので、この塗装を行わなかったというものは、これで正解になりますので、1番に関してはこちらが正解となります。それでは2番。柱、ベースプレート、下面のコンクリートに接する部分は塗装を行わなかった。この問題は間違っております。結論から言うと、これは錆止め不要になりますね。なぜかというとですね、まずこのベースプレート、この柱の下にベースプレートというものがあります。 このベースプレートの下にはコンクリートがバーッと打ち上がってくるということですね。で、このベースプレートの画面、これ断面で見たときにですね、コンクリート部分、そしてこのベースプレートの下の部分ですね、この画面、接するところ、えー、ここのことを今回は、えー、言っております。このコンクリートと接する部分なんですけども、こちらに関してはその、埋設部分や、えー、あとは接する部分に関しては、錆止めが不要,不要となるのが、えー、施工の規定としてなさされております。もし、えー、この、 部分ですね、ここの部分に、えー、錆止めを塗ってしまった場合に関してはコンクリートと、えー、アルカリ性というものは、まあ、コンクリートはアルカリ性なんですけどもそのアルカリ性とこの錆止め剤の相性が非常に悪いので、まあ、強度が低下してしまうという流れになりますなので今回の部分に関してはこの赤色の部分ここを、えー、錆止め剤塗るかどうかという問題になりました、えー、ここは塗らないというのが答えになりますのでこの2番に関しては不正解となります それでは3番。ローラーシッショーの活動面、えー、修道面で削り仕上げした部分は塗装を行わなかった。この問題は正解です。まずこちらの問題、に何を言ってるのかというと、ローラーシッショーの活動面という言葉が出てくるんですけども、まず、えー、このようにですね、上部構造と下部構造の、まあ、箸があると思っていただければいいです。 この橋なんですけども、このローラー支ッというものは何かというとですね、橋などの上部の構造、この上の構造ですね、と下部構造、下にある構造の間に設置する、このようなものが、ローラー支ッと言われる、まず、支ッと言われるものになります。この伸縮の吸収であったり、あと耐性の、耐震性の向上を目的とされております。このような部分の、この部材ですね、この部材にローラーがついているもの、このように。ローラーがついているものをローラー支ッと言います。なので、こちらの 役割に関してはこの上と下の部分の中間点の、えー、伸縮を、えー、吸収したりあとは耐震性を向上させたりするものだと覚えていただければいいです、えー、今回言っているのはですねここを拡大して、えー、このローラシ師匠のこの活動面、えー、修道面ですね修道面というのはこの え滑り合う部分のことを修道面と言います。えこの修道面の部分、ここに関してはサビ止めが不要になるというのが今回の問題になります。まあ、こちらの問題に関しては、まあ、密着またはですね、回転のために、えー、削り仕上げを行うという流れになります。まあ、削り仕上げを行うことによってですね、ここの下の面と上の面の摩擦面、摩擦、えー、摩擦応力が向上することになるので、逆にここを、えー、錆止めしてしまうとその摩擦応力が低下してしまうという流れになります。あとはですね、今回、えー 削り仕上げでできたんですけども、まあ、ザラザラになると思っていいいただければいいですザラザラにすることによって摩擦応力が強くなってそして、えーまあ、このような伸縮の吸収あとは耐震性が向上するので、えー、今回の問題こちらに関しては、えー、塗装を行わなかったというのは、えー、正解になりますのでこの3番は正解ですそれでは4番コンクリートに埋め込まれる鉄骨張りに溶接された鉄製の貫通スリーブの内側は塗装を行った この問題は正解です。まず、えー、こちらの問題何を言っているのかというと、コンクリートをこう打折していたときにですね、針とかまあ柱が埋め込まれていく部分があります。ちょっとこれ大きく書かせていただいたんですけども、このように柱があって、柱と針の、えー、鉄骨針が、えーまあ、接続をしているという流れになります。この接合している場所なんですけども、ここの中にですね、えーまあ、貫通スリープ、例えばですね、エアコンとかの大きいダクトとかが貫通されるようになっております。でこのように貫通ダクトなんですけども、 これが、こう、こう、ダクトに、ダクトとして、こう、シュッといっているわけですね。このダクトなんですけども、この鉄骨張りに溶接された鉄製の貫通スリープというものは、この赤色のことを言っております。の内面。内面というのは、この内側になります。こちらに関しては、コンクリートと接しておりません。内面になりますので、ここは錆止め必要になるということですね。 ただですね、コンクリートに密着する部分、外部とか密着するので、その埋め込まれる部分に関しては、錆止めが必要という形になります。こちら、ちょっと応用問題になって、結構難しい問題なんですけども、えー、この2番を見ていただいても一緒なんですけど、コンクリートの接する部分や埋設部分に関しては、えー、この錆止めが不要となります。ただ、今回の問題に関しては、こちらに関しては、内側で、えー、コンクリートと密接していないので、ここは錆止めが必要になりますので、こちらだけ注意していただければと思います。 4番に関しては塗装を行ったと書いてありますので正解です。以上のことから今回は2番が間違えているので2番が答えとなります。